それではレンズの仕組みについて勉強していきましょう。レンズとは、ある一点から出た光が入射したとき、その光が別のある一点を通るように設計された透明体のことを言います。レンズには、凸レンズとオーレンズというものがあります。この図は、凸レンズと呼ばれるものです。まず、凸レンズの性質から見ていきましょう。 突レンズの性質1、中心を通る光は直進する。この図の示すように、中心を通る光は直進するという性質を持っています。性質2、光軸に平行な光はレンズ通過後に焦点を通る。この図が示すように、レンズの中心を光軸というのですが、その軸に平行な光は 入社後焦点と呼ばれる一点を通るように設計されています性質3焦点を通った光はレンズ通過後光軸に平行に進む今度は性質2と逆のパターンですねレンズに入る前に焦点を通ってきた光は光軸に平行に進みます以上のことを用いると 像像と像とと虚いうものを考えることができます物体が焦点の外側にあるときを考えますすると物体から出た光がレンズの中心を通ると直進する光軸に平行であると焦点を通る焦点を通ると光軸に平行に光が屈折するということから スクリーンのこのこ位置に実像が表示されます光を集まる場所にスクリーンを置くと物体の実像が映るということになります。続いて物体が焦点の内側にあるとき焦点の内側にあるときはスクリーン上で物体の像が結びません。ただレンズ越しに 物体を見ると物体の虚像が見えて実際よりも大きく見ることができます。こちらも、光軸に平行なものは焦点を通り、中心を通るものは直進するという性質から描くことができます。それでは、凸レンズの場合のレンズ公式を見ていきましょう。物体が焦点の外側にあるとき、 レンズと物体の位置関係はこのようになっています。レンズと物体の距離を A、レンズと実像の距離を B、焦点距離を F としたとき、相似の関係を使って A 分の1プラス B 分の1イコール F 分の 1, 1, 1, 1, 1と求めることができます。続いて、凸レンズの場合のレンズの公式の2つ目。 物体が焦点の内側にある場合です。この時は、虚像となります。先ほどと同様に、物体とレンズの距離を A。レンズと像、今回のは虚像ですね。の距離を B。そして、焦点までの距離を F とした時は、これも先ほどと同様に、A 分の1プラス、カッコマイナス B 分の1、イコール F 分の1となります。先ほどと形は同じなのですが、 距離が負の方向にあるというような形で表すことができます。続いて、オーレンズの性質を見ていきます。オーレンズとは、突レンズとは打って変わって、凹んだようなレンズのことを言います。性質1、中心を通る光は直進します。性質2、光軸に平行な光は、レンズを通過後に、手前の焦点から出たように進みます。 焦点からレンズの屈折点まで点線を伸ばしその方向に曲がるといった形です性質3レンズ後方の焦点に向かって進む光はレンズ通過後光軸に平行に進みますこれは性質2と逆の考え方と思っていいでしょうではオーレンズの場合のレンズ公式を見ていきます ーレンズは物体とレンズの距離を A、像とレンズの距離を B、そして焦点距離を F としたとき、次のように書くことができます。A 分の1プラスマイナス B 分の1イコールマイナス F 分の1です。ーレンズの場合は、手前に像を結ぶと考えるので、 ゾまでの距離はマイナス、そして O レンズは焦点がフと考え、A、焦点距離をマイナス F と考えます。以上のレンズの公式をまとめるとこのようになります。レンズの公式は A 分の1プラス B 分の1イコール F 分の1。この時 A がレンズと物体の距離、B がレンズと像の距離、F が焦点距離となります。 ただし実像のとき B が正、虚像のとき B が負、凸レンズのとき F が正、O レンズのとき F が負になることを意識しましょう。以上でレンズの仕組みを終わります。お疲れ様でした。